はい、レオンです。今回ね、このアップルウォッチウルトラクロンのアローウォッチ3専用のアプリの QI フィットプロ内の このダイヤルからこのダイヤル市場の方をね、紹介していきたいと思います。これ壁紙もね、写真撮り直して、このピヨコの壁紙ね、今やってますけど、こういう感じで、まずの人気っていうやつから、こうやってたくさんありますね。無料、無料、アップグレードし前なんで、アップグレードすればね、さらに増えるみたいで、こういうのとか、まあ、いっぱいありますね。似てるんですね。宇宙のやつとか、こうやって一覧で紹介していこう。これが入ってるんだよ。インストール済みってなってるから。こういうのとか。無料っすね。ほんとすごいな。こういうのとかね。いっぱいありますね。で次、人気最新、最新、これ読み込み早いな、まだベリーフィットより、あの IDW3 専用の IDW13 専用のアプリのベリーフィットより読み込み早いな、少し。これが最新のやつか。いいっすね。あんまりでも登録できないからね。あ、こうやって通知が面白いね。すごいね。いっぱいありますわ。こういうのと最新クールの機械いっぱいあるね。こっち電波が1日とかになるんですよ、モバイル通信の。この iPhone 側のちょっと遅いですね。これは針か、全部こういうのと、これ一つね、これ今回ハローウォッチ3プラスのいろんな動画撮ってるんだけど、この一つのこのハローウォッチ3プラスの動画でここまで詳しく動画撮ってるの多分俺ぐらいじゃないかなと思うんだけどね。だいたいみんな1本ぐらいしか撮らないから、1本2、3本とか、これも何十本も撮るつもりでいるから。クールな機械、仕事、時間もちょっと見ながらね、何分と動画撮影開始して何分経過してるかとか、こういうの見ながら、あんまり長くやるとさ、アップロードに時間がかかるから、こういう感じで。あ、これはインストール済みなんだ。あ、されてないのか、まだ。いいっすね。さっきの少ないですね。でもアップロードしたら、あのアップグレードしたらさらに増えると思うんで、これは少ないから全部紹介してもいいけど。アニメーションもあるっていうのがすごいよな。これ最初からプリインストールされてる、プリインストールっていうのは最初から入ってることをプリインストールって言うんだけど、プリインストールであのさっきのミッキーマウスのやつがあったからね、アニメーションになってるんだ。アニメーション入れようかな。トムとジェリー、ピンクパンサー、面白いのばっかりだ。スマイリーとピンクパンサーが2つある。
通知が。音がいいっすね。音もこれ変えられると思うけど。あ、間違えた。面白いですね。ちょっといろいろちょっとまず紹介して、いっぱいあるからね。これってちょっと今回はアプリの紹介だけでちょっと手いっぱいだな。これは数字ですね。全部数字。針のやつもあるけど、こういう感じで数字、多機能、さっき多機能やったか、仕事、ジオメトリーっていうのまでやってねえな。面白いですね。これもいいね。コラムでもまだ読み込み早いな。ジオメトリーミニマリスト、これそんなにないでしょ。あのアップデートしたらさ増えると思うんで、こういう感じでミニマトリスト。クールの機械さっきやったかな。あ、やってるな。クールの機械、アニメーション、レトロな電子機器。3つしかないでしょ。増えるんだよ。ダイナミックダイヤル。少ないでしょ、今は。こういう感じ。少ないのは全部紹介する。これさっきあったような気がする。ダイナミック宇宙飛行士。少ないでしょ今は。だからアップデートする前にちょっとこうやって紹介したかったんで、アップデートしてアップデートの動画も撮るから、でアップデート後にどのぐらい変化がある あるのかっていうのもちょっと想像して紹介していくから、ちょっとアップデート前後のちょっと撮りたかったから。面白いね。面白いね。いいね。創造性、風景、いっぱいあるな。結構多いね。面白い。結構ユニークなのばっかりだ。風景ね。美術。美術。面白い。これは有名な。絵画だよな。美術、エレガントなライン。結構たくさんあるもん。下からこうやって。こういうね。お祭り結構多いっすね。あ、いいな。これね、IDW3 ね、これ IW、
ハイダブルじゃないや、ハロー3プラスね。これあのシール、さっきこれでやられてたんだけど、さらにこれ二重で止める、これシール貼られてるんですよ、フィルム薄い。これ今剥がさないから、こういう感じで面白いよね。こういう感じで、この次その他たくさんあるんですね。アップデート前でも、アップデート後だったらもうもっと増えると思うんで、これはインストールされてるからな。結構たくさんあるんじゃないか、これもインストールされてるから。たくさんこれもインストールされてる、これも。保存できるのが今ねそんなに少ないんですよ、数が。だけどアップデート後は21か2ぐらいかな、保存できるようになるみたいで、なんだろうな。ちょっとアニメーションちょっと1個保存しようかなんか。今少ないでしょアニメーションが。どれがいいかな、これいこうか。これインストールできるかな。保存されたウォッチフェイスの数が上限に達しましたって。以下のインストール済みのダイヤルがを削除して再試行してください。どれか消さないといけないの。 1,2,3,4,5,7 だな。あの一つはあの写真のやつだから一つ消さないといけないんだ。これ消すか、これ消してこれインストールしようか。ダウンロード済みだから、ダウンロードか。アニメーションだからちょっと遅いの、時間かかるんかな。普通の壁紙だったらもっと早いと思うんだけど、多分アニメーションだからやっぱちょっとデータ量が多いから、ダウンロードの時間が普通の写真のやつより時間かかるんじゃないかな。まあそんな遅くはないけどね。あ、ダウンロードしてインストールか。あ、今表示されましたね、ハロー3プラスの側にディスプレイに表示されてるの。ダウンロードインストールしないといけないんだな。お、いいね。これ押し、これは変わらないのか。押したら変わるやつもあるんですよ、これとかね。変わるでしょ、これ変わるやつもあるんだよね。これ変わるやつもあるんですよ、こうやって押したら色が変わらないやつもあるけど、これも変わるかな。これもアニメーションになってるから、これも変わるんですよ。すごいね。ピヨコ、いいね。はい、これあと壁紙とか、これもね変えられるんですよ、画面の明るさとかね。ね、今暗くなってるでしょ。これであとフォントの色とか
フォントの位置とか今変えられないみたいだけど、アップグレードで変えられるのかな、被写体とか。ポイントダイヤル、デジタルダイヤル、あ、デジタルか、ポイント、あ、コロナウイルスせっかくならな、色の濃さとかもできるんだ。これで一応保存して、これさっきあったけどな、多分なくなったんだよな、この壁紙。すごいね、恐るべし、恐るべし中国だよな、恐るべし中華人民共和国だよ。あ、これに変わったわ今。ピョーコまだあるかな、あ、ピョーコが消えてしまった。この写真今入れたから、これ写真じゃないんだけど、これはい、こういう感じだね。自分、はい、今回ねハローウォッチ3プラス専用のアプリの QI ヒットプロ内のダイヤル市場のね紹介やってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。16分17分ぐらいになるな。はい、失礼します。